無条件の自由って何だろうって思いますか？本当にこういうふうに特に日本で生活してて、例えば働けなくなった時にすごい不安ですよね。65歳以上どういう自分の人生設計できますか？私はすごい不安です。いろいろ払ってるけど、税金とかだけど、権力ってすごくいろんな問題があって、でも政府に対して払ってる税金があるんだから、何かあった時は助けてくれよって、助けるのために税金納めてんじゃないのって。でもそうじゃないんですよね、日本。他の国もヨーロッパだとある程度保障があって、なんか自分の身に何かあった時に、まあ生活していけるかな、風邪ひいた時に病院も行けて、癌になったらただで手術受けられるって言ってました、デンマークの友達。でも日本でいくら働いても8時間以上働いても手元に残らないし、将来の不安はずっとあって、働いても働いても不安は残って、私は別に働くことは別に。この人はね、今日もね、ローン会社からね、催促の電話があって、ね、ローンじゃないんですよ、クレジットカードとかね、催促の電話をね。ケメさんのギターのところに携帯があって、ケメさんギター携帯鳴ってますよってこう出そうになった名前が、それ出ないでくださいってすごい剣幕で寄ってきて、何かと思えばそういう、まあ、クレジットで、3曲目にさっきやった曲っていうのは Screw With In っていうバンド、無条件の自由っていう、そのメンバーっていうのがやっぱ自分と一緒で、その障害者の福祉とかっていう、そのハンディキャップを抱えた人とどう向き合っていくかっていう仕事をしてて、で自分たちアーム的 な解釈で歌詞を変えて、こう別の意味として、また別うちらの考えとしてアンサーソングで作ったんですけど、カバーをして、でやっぱり僕たちはその相模原で起きた障害者をにはこう生産性がなくて、税金の無駄遣いだから、こう人権もないし、殺しこう殺害するのが一番こう正当性があるっていう主張をしてた人がいて、そういう事件とかっていうのはやっぱ経済が停滞すると、その税金の使い道がこう間違ってるんじゃないかって、こうその社会的弱者に対するこう保障っていうのも、それも含まれてると思ってるんですよ。僕は結構税金払ってますけど、そのなんつうんだろう、その自分の理想を言えば、やっぱりそういう経済が苦しくても、やっぱりそのお互いが支え合って、そのなんつうんだろう、手助けがいる人もきちんとこう保障ができるような社会っていうのが理想で、そういう今の日本ってやっぱちょっと理想を語ることすらもやっぱ許されないような社会で、なんか自分たちはもうこの歌はそういう社会がこう覆るまで絶対歌っておこうかなって思ってます。私はずっと前から、働く者食うべからずっていう言葉がすごく嫌いで、まあ私もある程度就業働いてますけど、だけどなんか困ってるとか、生活困窮してて、生活保護さえ本当に必要なのに申請行くのもなんか申し訳ないみたいな感じで死んでいく人とか日本でもあるから、なんかそういうのってどうなんだろうって、なんかもう本当に必要な時に、例えば家庭内暴力でそういう状況になっちゃう人とかもいると思うし、なんかその窓口に、行政の窓口に行った時に、なんかやたらよくわからないプレッシャーをかけてくる行政の人とか、何なんだろうなとか思って、もうちょっと本当に困ってる時に助けられる心の余裕っていうのを持てたらいいなって思います。じゃあ次はナショナリズムです。そんな大変な時に
矛先をどちらに向けていくか、権力じゃなくて、底辺の方で、争いさせるのが行政のやり方だし、権力者のやり方は昔からそう、ナショナリズム。
Yeah, My Friend っていう曲でしたけど、この前渋谷で、また杉田さん出てきますけど、大好きかのように、杉田さんが自民党で、そういう発言したときに、自民党のお偉い上の人たちは、まあそういう考えもありますよねってなんかふんわりと包み込もうとしたけど、包み込めるわけないでしょってなんかありえないでしょって、本当に差別なんてあるんですかって言ってましたけど、もうその考え自体が差別ですよって私は言いたいですよ本当に。で本当に私はなんか社会とか大きく変えたいとか、フェミニストとかじゃないんですけど、もちろん男の人でも大変なことあるし、女性でも大変なことあるし、セクシャルマイノリティの人でも、ブラック出身者の人でも、なんかちょっと給食費とか払えないような貧乏な家庭に生まれちゃったりとか、いろんな障害持ってたりとか、いろんな中で生活してって、この悔しい中からの右翼化っていうの風になっていくのが本当に嫌で、で、社会が苦しさで溢れてるとそういう風にならざるを得ないと思うんですけど、そういう風に持って、思考を持っていくっていうのが、本当に、さっきも言いましたけど、何でも反対するのは私嫌いなんですけど、やっぱり本当にムカつくことがたくさんあるし、日本政府に対しては本当に言いたいことあるし、なんか、だからね、Yeah, My Friend っていうのは、近くの友達、私は革命なんて別に欲しくない。近くの友達が幸せでいてくれたらそれでいいっていうことです。交代の一途を次やります。やっぱり、今日写真を改めて現像して思ったのが、アメリカとかヨーロッパって、この社会的に、こう、地位がないっていうか少なくても、すごいマイノリティの人たちでも、ちゃんとこの、私たちの文化はこういう文化を持っててっていう、ちゃんとこう、私たちはこういうふうに育って、で、自分たちはこういう所属じゃないけど、こう変えられない何かっていうのは人種とか性別とか、そういうのがあるんですけど、そういうのにすごいプライドを持っているし、それに対して部外者の他人が全然そこまで寛容してこない、本当に頭のおかしい曲のなんかこう白人至上主義とかそういう人たち以外はやっぱりそういうのをちゃんと他人のそういうなんつうんだろう、こう持ってる、もともと持ってるもの、文化とかそういうものをちゃんとリスペクトしてる文化を自分はこのツアーですごい感じて、結構そういう女性だけどトム・オブ・フィンランドのタトゥー入れてる人とか、そのラティーノのフルーツ売ってるフルーツ売ってる女性とか、そういうのを写真に撮って収めてて、なんかこうやっぱりこうそういう風に自分じゃどうしようもないものって持ってると思うんですけど、そこをこうなんかその社会の大多数の方に導いたり、それがあたかも正しいとかっていう意見が蔓延するのはやっぱ絶対自分としてはおかしいと思うし、その自分が心地いいなってツアー行って心地いいなって思ったのはやっぱりクイアのパンクスとか、そういう移民の人、移民の親から育ったパンクスの人とか、そういう応声者の人もインタビューで、今回インタビューって言ってたんですけど、そういう自分たちはラティーノアメリカンだけど、そういう文化をちゃんとこう学校ではあんまりそういう文化っていうのを迫害されがちなんだけど、ちゃんとそういうのを主張していきたいから、自分たちのもともと持った言葉で歌ってるって言ってて、やっぱそういう文化っていうのはすごい自分は大切にしていきたいと思ってます。でそういうのをこうなんかやっぱそれなしだよねって言ってくのは、やっぱこれからやる曲なんですけど自民党だと思うし、俺はやっぱそういう政党は支持できないし、どうしてもこうポリティカルにならざるを得ないなと思います。いや本当はバカな話ばっかして生きていきたいんですけどね。
金にならざるを得ないんだよ。こんな世の中で。交代で1曲ってけど、あと2曲でどうもありがとう。交代で。ありがとうございました。次は大選手や。